以前クリアの使っている家具が可愛いとコメントをいただきましたので、今日はクリアの家具を紹介していきたいと思います。まずクリアの食事をするところです。おしゃれ、これはクリアのベッドです。シカさんはいつも枕にされています。でも寝るときは私と寝ます。これがクリアのハウスです。私が段ボールで作りました。これはクリアの勉強するところで、机と椅子です。これも全部木で手作りです。これがクリアの飛び箱です。段ボールで作りました。おもちゃ箱です。ここから気に入ったおもちゃを出して遊びます。